HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓から総集編プレイバックマンデー。森安まどかです。山下ミリーです。あなたがお聞きの放送局は FM 福岡。そしてここからの時間は HKT48 渡辺通りHKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどからをお送りしていきます。はい、エミリー、はい、初登場ですね。はい、すごい緊張してる？緊張してますよ。緊張してますよ。もうニコニコしちゃってね、かわいいね緊張したらニコニコするんです。あ、そうなんだ。多分かわいい。でもド緊張じゃん、もうずっとニコニコしちゃってます。やばいです4日間あるんで、はい、日に日にどんどんね慣れていくという感じでお願いしたいと思います。はい、早速メッセージの方が届いているので紹介していきたいと思います。渡辺さんネームセイユッチーさんからいただきました。先日は横浜アリーナ3公演お疲れ様でした。私も全て会場で拝見しました。そのうち2回はエミリーちゃんのギターのすぐ近くのセンター席でした。うちは見えたかな。ギターもいつもの笑顔でしっかり弾けていましたね。かっこよかった。そしてまどかさんの指揮、そしてメイドさんのモノマネ。感想はキリがないですが感動をありがとうございました。その次の月曜日も劇場には入りましたが声をかけられませんでした。お疲れ様でしたというメッセージです。ねえ、嬉しいね。嬉しいです。うんてかさ、テンション低くない？めっちゃ緊張してます違う違う違う、嬉しいです。これが多分私なんですよあ、これが通常なのね。そうなんです。なるほど。そう、もう一つメッセージいただいております。窓、はい、からエミリーさんからいただきました。横浜アリーナコンサート見に行きました。そこでの吹奏楽に圧倒され、そこから続いて葵タンドラム、キャップベース、うん、エミリーギターのバンドサウンド、もう最高でした。エミリーはギターを前からやっていたとはいえ、あの大舞台でやることへの不安と、トロンボーンの練習もしなきゃいけない焦りもあったと思います。その辺の裏話を聞かせてくれると嬉しいです、という質問が来ています。はい、いや本当にね、あのバンドめっちゃめっちゃかっこよかった。本当ですか？もう最高でしたね。すっごい緊張したんですよ。それ緊張するよね。なんか最初ソロみたいなのあったじゃん。ありました。あれも本番の2日3日前ぐらいにやるよみたいな言われて、うんうん、聞いてません聞いてませんってなってすごいね。それでやりましたね。あの葵もいつも結構冷静なのに泣いたりしてて、最大で1日6時間ぐらい練習してたり。やってますすごいよね。もう手やばくなかった？もう疲れますね。あとトロンボーンもやってるから、うん、そうだよね。たまに吹奏楽で1日で、うん、トロンボーン3時間、うん、ギター4時間次公演みたいな。めっちゃきついじゃんずっとやってましたそれもうねでもギターとかトロンボーン全然するの楽しかったんで。あー、それはよかった。でね、そうそう、さっきも言ったけどトロンボーンの練習もあったんだよね。はい。トロンボーン難しかった？あ、意外と簡単。本当にえ、すごい。それ目元と泉さんと、うん、私2人でずっと練習してたんですけど、うんうん、目元さんは最初音が鳴らなくて。え、目元さん？はい。あ、そうなの？1回目の練習の時は鳴らなくて、うん、鏡で1人だけ練習して、私だけ先に進んでたっていう時はありました。え、すごい。てかそういうの言っちゃうのすごいめっちゃ素直じゃん先輩ですよめっちゃ面白い。自慢げ。ちょっと嬉しかったです嬉しかった。ちょっと優越感あるよね。はい、まあ、こんな感じで吹奏楽もバンドも無事に終わって本当に良かったですよ、はい、ね。ボーイさんのオンリーユーっていう曲をバンドでは披露したんですけど ね、 実はあのボーイさんの曲が一番盛り上がったよねって結果オンリーユーが一番盛り上がったよねしてましたね。そう、他の人の曲みたいな感じだったんですけど、何はともあれね、はい、良かったと思います。 F 窓総集編、森安まどかと山下エミリーがお送りしています。さて月曜日はこちらのコーナー、森ママの聞いて差し上げてもよろしいですよ。番組リスナーである渡辺さんのあなたの相談を聞いて差し上げるコーナーです。森ママよ含み笑いやめなさいよ、ちょっと。あ、面白い。初めて見た？初めて見ましたね。そう、初めまして、森ママです。はいはい今週もお悩みがたくさん届いてるということで、はい、エミリーちゃんよろしく。はい、
渡辺さんネームテッタさんからですね。僕は HKT48 が大好きです。神推しは山下エミリーさんです。イエーイ。僕の悩みは HKT48 が好きすぎて困ってます。ほら、まず学校の授業中握手会何話そうかと考えてます。家に帰ったらグータスを見たり、755でメンバーを見たり、山下エミリー推し会でおしゃべりをしたり、 LINE の山下エミリーファングループでお話ししたり、毎日が忙しいです。あら、勉強も中学3年生なのに全然わかりません。森ママさん、このままでも大丈夫ですかって言ってますけど、大丈夫じゃない。全然大丈夫じゃないでしょこれね。えですね、中学3年生、うん、受験ですね。そうですよ、うん、受験控えてるのに、もう頭の中もう山下エミリーもう 9.5 ぐらいでしょ。もう 0.5 ぐらいじゃない学校。そんなんじゃダメですよ、ちょっと両立してください。ちゃんとおたかつと学校とね。エミリーどう思う？まあ、勉強頑張ってくれれば、うん、いいんじゃないですか。あ、いいんじゃないって肯定しちゃった。頑張ってください。はい、はい、解決どうぞ。次、渡辺さんネーム、はい、宮崎の一太郎さんから。はい、つい先日まで好きな人がいました。お、その人は大学1年の9月にバイトの面接で知り合い、たまたま帰る方向が一緒になり話をしていたら仲良くなって連絡先を交換しました。お、それからは会う機会がなく、たまに LINE でコミュニケーションを取ったり、偶然街とかで会った時に少し話をするぐらいしかなかったのですが、うん、実はその人には彼氏がいることが発覚しました。あららららら、なんとなくそんな気はしていましたが、いざそれを知ると少しショックな気持ちになってしまいます。正直今でもその人のことは好きですが、恋愛素人の自分にはどうしたらいいのか分かりません。こんな時どうすればいいでしょうか。素直に諦めるべきでしょうか。うん、これはもうね、諦めよう。お疲れ様でした。これやっぱりもう彼氏がいる人はね、まあちょっと諦めた方が幸せですよ。次の恋を見つけなさい。はい、次解決ですね。はい、次、渡辺さんネームくるくるお寿司さん。今我が家にはいただき物のバナナが大量にあるのですが、なかなか減らなくて困っています。うん、あららら。私はバナナがそんなに好きではないので、うん、そのまま食べるのは結構きついです。あらら。バナナをたくさん美味しく食べられるおすすめの食べ方が何かあればぜひ教えてください。おすすめの食べ方？はい、焼こう。焼きますか？焼きます。全部ですよ。うん、あ、全部、ね、焼いてチョコかけて、うん、残ったのはあれ、クレープにしましょう。あ、クレープで、はい、OK、解決。はい、いけ。これでいけるはず。全部も食べられるはず、はい、焼いてかけてクレープ、 OK。F 窓総集編、森安まどかと山下エミリーがお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから、あっという間にエンディングです。お疲れ様でした、はい、ねえ、エンディングでもちょっとね、何個かメッセージいただいているので読んでいきたいと思います。はい、ラジオネームアッキーさんからいただきました。気になること、図書館で勉強会しました。森ママの当たって砕けろは本当にいけるものなんですね。あ、これ以前恋愛相談くれた方ですね。あ、そうなんですね。はい、森ママにありがとうとお伝えください。あ、伝えておきます。次はまたデートに行って今度は告白したいと思っているのですが、福岡でおすすめの場所とかありますか。また理想の告白ってどんなものですか、という質問です。うん、おすすめの場所なんかある？福岡デートとかしたことないか分かんないんですよね。ああ、そうやっても青春派を演じてる。どこだろう、なんだろうね。うん、海とかでいいよね。海、福岡タワー。福岡タワー、福岡タワーってなるとさ、なんかもう今から告白するよみたいな雰囲気めっちゃ出るじゃん。なんかそういうなんか夜景みたいなやつだったら、なんかすごい。じゃあお昼に。うん、お昼の海でよくない？うん、じゃあももちで。ももちで。うん、ももちで。いいと思います。はい、解決。はい、続いてのメッセージです。渡辺さんネーム梅押し女子高生さんからです。はい、今日7月6日は山内ゆうなちゃんの16歳の誕生日です。私もゆうなちゃんと生年月日が同じで16歳になりました。
やっと高校生活に慣れてきたところで、まだまだ足りないところも多いので、頑張っている3期生のようにもっともっと成長していけるように頑張りたいですというメッセージです、はい、いやー頑張ってください。生年月日同じってさ、すごいよね。なのに梅推しっていう、本当ですね、梅推しちゃうね。まあまあそれとこれとは別なんだよね。ゆうなちゃんどんな感じ、仲いい？仲いいのかな。いや仲いいって言っとこう、それそれさ多少さビップサービスでも言っとくでしょ普通。なんで今椅子下ろしたの。めっちゃ面白い。もうなんか自由すぎてどうしよう。ちょっと椅子が高かった。まあまあまあ、でもね、何歳ウミリンは。私は16歳ですね。今年17歳。今年17歳になります。ああ私の1個下や。はい。まあでも若いうちはそのぐらい自由な方がいいよ。いいと思いますよ。うん、いいと思いますよってさ自分で言っちゃうわけで、ほんとさすがだよね。いや最高ですね、この物おじしない感じ。はい、はい、ということで明日も頑張っていきましょう。はい、梅おし女子高生さんはおめでとうございます。おめでとうございます。F モードではあなたからのメッセージや森ママの聞いて差し上げてもよろしいですわよで聞いて差し上げる相談をお待ちしています。遠慮なくご相談くださってよろしいですわよ。メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp、 hkt 数字の4と8 @fmfukuoka.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしまーす。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかの窓から、お相手は森安まどかと週替わりメンバーの山下エミリでした。バイ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 。 F まど総集編プレイバックチューズデイ。 FM 福岡2代目ダジャレクイーンの森安まどかです。モノマネが得意な山下エミリです。幸せす肌まいあなたがお聞きの放送局は FM 福岡。そしてここからの時間は HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどからをお送りしていきます。はい、幸せす肌うまい、本当にうまいうまいですか。そう、前田敦子さんのモノマネがもう超うまいんですよ ね。他にないの。自己紹介とかですかね。前田敦子ですね、うまい、はい、もううまくてなんかどう返していくかな。今のうまいですか。うまい、本当に上手。これからは幸せさ肌でお願いします、はい、今日最初のメッセージは渡辺さんネームコナンドリルさんからいただいたメッセージです、はい、横割に行った時横浜を観光してきました。毎回遠征すると観光することにしているのですが、今回は中華街に行ってきました。お、中学時代の修学旅行ぶりだったのですごく久しぶりでした。食べ歩きをしようと思っていたのですが、ランチに入った店の麻婆豆腐の量が多すぎて食べ歩きはできなかったです。皆さんは横浜にいる間どこか観光したりはしましたか、というメッセージです。してない。してないですね。これはね、ちょっと横浜、でも横浜中華街ってさ行ってみたいんですよね、私本当に気になるね。絶対楽しいよね。どんなところですかね。なんか中華料理のお店がバーってあるんじゃない。長崎の中華街とか行ったことある？ないです。長崎に行ったのが中学校の修学旅行だけなんですよ。でも行ったことはあるみたいな。はい。どこ行ったの？ハウステンボス。あ、なるほど。あ、佐世保の方ですね。あ、そうなんですか。そうですね。まあまあまあ、全然謝らない。長崎に変わりない。長崎にもね中華街あるんよ。そうあるんですよ。それはどういうとこですか。それはあの中華のお店がドーンとあるめっちゃざっくりだよねさっきからドーンって。でも本当にね、あのちっちゃい頃もご飯食べに連れてってもらったりとか、あと HKT に入ってから長崎でイベントとかあった時は中華のお店でスタッフさんと食べたりとか一緒に。楽しそう。そんな感じかな。だって長崎ってさちゃんぽんとかさ、皿うどんとかが有名やん。そうなんですか。あの長崎の名物とかってわかんないんですよね。わかんない。ハウステンボスしかわかんなくて。逆にね、ハウステンボスって結構あのコアな感じだよ。あ、そうなんですか。そうだよ。普通なんかカステラとかさ。あ、わかる。カステラわかる。坂本龍馬。坂本龍馬も、ですよね、そこ来たみたいな。そうね、とか、あと、なんだろうな。
お花畑。お花畑はさ、もうなんかハウステンボスなんか入っちゃってるじゃん。それさ、ハウステンボスで有名なところじゃん。そうです。めっちゃ面白い。そっか。そうそうそう。うん、あとあれ、角煮まんじゅう知ってる？あ、知ってますよ。そう、CM してるやつ。深夜にいつも、天気予報が流れるときにいつも角煮まんじゅうです、うん。そう。今度食べてね。はい。はい。絶対食べないでしょ。もう持ってきてください。ああ、もちろんもちろん。じゃあ今度差し入れするね。はい、はい、ぜひぜひハマってください。はい。オムライスよりも餃子よりも角煮まんじゅう好きって言ってもらえるようにね。はい、はい。今度じゃあ差し入れするね。お願いします。はい。F 窓総集編。森安まどかと山下エミリーがお送りしています。さて火曜日はこちらのコーナー。まどかのダジャレクラブ、イエーイ。いや、盛り上がってよ、ちょっと。イエーイ、イエーイ、よし。私たち HKT48 のメンバーがひたすらダジャレを繰り出して、ダジャレを楽しむコーナーです。はい。今週の一ネタは、宮城町のサーチライトさんの3連発です。初メールです。早速ですが、とっておきのダジャレ3連発。日本語のフランス語を教えてあげましょう。アザブ10番や、アザブ10番ナンバーショット。ナンバしよっと。福岡市博多区ヒエに幽霊が出たぞ。ヒエー。最後のちょっと違うような気がしますね。最初だけ。最初だけだそうです。はい、ありがとうございました。アザブ地盤気に入りました。アザブ地盤ね。いいのね。続いては今週のお題を発表します。はい、渡辺さんネーム高千穂さんからいただきました。アメリカンマミレさんのメールがきっかけで、最近番組内で英語の話題がよく出ているので、今回だけパターンを変えて日本語プラス英語のダジャレにチャレンジしてほしいです。はい。例が書いてあるんですけど、猫がキャット驚く。銀行でお金を下ろすとき胸がバンクバンクする。この栗まろやかな味がする。だそうです。どう？あんまパッとしないんですね。パッとしない。これ結構力作じゃない？何十点ぐらいですかね。70点。まあまあそこそこですね。でこれを全部自分がやるってなると難しくない？どうしようかな。そうですね。私こんなこと言ってるけど。ダジャレする？しないですよ。全然しなさそう。しない。なんだろうな。私じゃあね。はい。3210。大きな音がして耳がいやー。どうですか？終わり終わったじゃんこれ。70点ぐらいかな。エミリー、じゃあやってみて。いきますよ、うん、みんなで椅子をチェアしよう。おー、なかなかのやつ来ちゃった。じゃあ私ね、次。はい。このみかん、オレンジのみかん。わかる？オレンジの。そうそう、オレンジのみかん。じゃあ、はい。はい。このカバンの可愛さ、やばくない？これめっちゃさ、これもうなんかもう。辛いんですけど。バチバチしてる。すごい。はい、じゃあ行きます、はい。この髪、林家ペーパー子さんのじゃない？これ気に入った。これ気に入った。これ100点。OK。じゃあ行きますよ。はい。3210。この本はぶっくりするくらい重い。うまいな。はい。じゃあ行きます、はい。この人形、何ドールですか？わかる？わからない。この人形、何ドルですか？あー、そういうことか。ほうほう。行きます？行きます。3210。はい。帽子が飛ばされてハッとしたよ。ハッとしたよ。かわいい。いきますよ。はい。扉をドワーッと開ける。なんで拍手しちゃう。疲れました。疲れました。はい、じゃあおしまいにしましょう。お疲れ様でした。もう難しい。でもさ、結構さ、いいやつ出たよね。うん、なんかすごい応戦って感じで、はい、ね、いい感じでした。 F 窓総集編。森安まどかと山下エミリーがお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから。あっという間にエンディングです。
はい。めっちゃ気になってることあるんですけど。めっちゃニヤニヤしてる。喋り方いつもそんなんでしたっけ？いつもこうだよ。なんか独特で変ですよね。変ですねえ、ひどい、怖いからいじめられる。怖いよ。ニヤスマドカですみたいな。え、いつもこうじゃん。え、この前もロケ中に私森内さんのモノマネできるんですよみたいなこと言いまして聞いたんですけど、もう全然もう全然好評ですよ森内さんのモノマネは。70点えー、人気なのに。やってみてやってみて。森内まどかです。森内まどかです。惑わせたい。え、そんなゆっくりじゃない。惑わせた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 い。力尽きないでよ。私のモノマネやるのピーちゃん以来です。あの小間田ひろかちゃんってさ、あのモノマネすごい上手じゃん。上手いですよね、うん、ローラだよのローラだよローラだよ。あ、そうじゃん、いいローラできるよね。できますできます。やってやってローラだよ。あ、今日もいい感じ。はい、いいよ。すごい上手。私ねローラさんのモノマネだけできないんだよね。やってみてください。ローラだよ。喋ってないですよ。ハッピーということでちょっとメッセージいきましょうか。はい、メールは、うん、ハボちゃんさんからいただいています、はい、ファイナル2日目の夜公演に行かせていただきました。そのライブでまどかさんと初めてお目にかかったのですが、最初の印象はめっちゃ身長でけーでした。かっこ笑い。可愛いより身長の方が先でごめんなさい。かっこ苦笑ということで、はい、いや本当に私身長高いんですよ。高いですね。うん、なんかね握手会とかで、うん、思ったより身長高いんだねって言われる。あ、私も言われますよ。なんで、何センチ？163。結構高いんだ。高いですよ。うん、でも何センチですか？67.5。え、近い。何が？身長ですよ。近い、身長近いとかある？近くないですか？え、そう？私は165以上か以下で分けてるんで自分の。あれ、ごめんなさい。私166まで一緒だったら私も同じぐらいと思ってます。67だから私167でしょ。うん、私ねでも理想のね身長ね女の子の160ぐらいがね可愛いなと思うんだよね、はい、あー分かります。分かる。なっちゃんぐらい、うん、あの松岡なつみちゃんぐらいが可愛いなと思う。ちょうどいい。でもやっぱ世間からはちっちゃい子が可愛いって言うんですよ。いやそうなんだよね。てか私からしたら160ってちっちゃい方なんですけど。いや私はい、はい、意見が一致したところで次のメッセージいきましょう。渡辺さんネームリタピンさんからいただきました。はい、はじめまして。私は小学校3年生の時からピアノを習い始めて今も習っています。今年はショパンかっこノクターンの曲に挑戦しようと思っています。まどかちゃんはショパンの曲で弾ける曲はありますかという質問をいただきました。はい、ショパンの曲だったら今はノクターン2曲弾けますよ。何ですかノクターンって。ノクターン、夜奏曲。夜奏、夜奏じゃなくて夜奏曲。夜を思う曲、うん、へえ。そう、でもなんかこれは日本人が勝手につけただけらしいけどね、うん、ショパンっていうこと私知ってますよ。あ、ショパン、ショパンは知った。本当？なんかねでもね私ねえあれなんですよ、ショパンの曲より、はい、なんかモーツァルトとかパキパキした方がなんか向いてるんですよね自分個人的に。ショパンの曲でもねなんかパキパキしたやつあるんだけど、大体なんか流れるようななんかもうシャシャーみたいな感じの曲が多いからめっちゃ含み洗いされてるんですけどどうしたらいいですか。もう何なんですか。わかんない。あ、分かんない、分かんない。ショパンなんて私コッペパンで覚えてますから。コッペパン、どういうこと？ショパンがコッペパン、どういうこと？詳しく。ショパンって聞いた時に、うん、パッと思いつくのがコッペパンだったから。あ、え、じゃあベートーベンとかどうする？ベートスラスラ出てくるの。弁当で覚えてる。この人は弁当ですごいお腹空いてたんだろうねその時。弁当とかペパとえ、でもさエミリーもアコースティックギターやっとったよ。どんな曲弾いてたの？家入レオさんの曲とか。すごい。ギター弾いてる方のだったらゆいさんとか。はい、弾いてます。すごいね、かっこいいね。弾
き語り系。そうなんです。へえ、将来弾き語りしたいなとか思う？は思いません。あ、思わないんだそこはもう趣味として。趣味本当に趣味ですまだではあなたからのメッセージや、まどかのダジャレクラブのダジャレのテーマや、あなたの自慢のダジャレをお待ちしています、はい、ぜひメッセージを送ってください。メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。 hkt48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから、お相手は森安まどかと週替わりメンバーの山下エミリーでした。バイバイ。惑わせたい F まど総集編プレイバックウェンズデイ。マリアスマドカです。山下エミリーです。あなたがお聞きの放送局は FM 福岡、そしてここからの時間は HKT48 渡辺通り1丁目 FM マドカ、マドカのマドカラーをお送りしていきます。エミリーさ、はい、私ねちょっとずっと思ってたんですけど、服似てるよねめっちゃ私バス乗った時に、うん、似てるって思って、いつ言おうかなと思ってたんです。いや本当私もずっと思っててまず T シャツじゃん、白いロングカーディガンじゃん、で短パンじゃん、ジーパンじゃん、完全にもうなんかもう一緒です。双子でみたいな、メガネもサメガネ一緒だしもうね打ち合わせしてないのにさ、うん、フィーリングが合っちゃうってことはさ、もう、はい、運命共同体だよねやっぱり。そうですね、はい、そうですねこれからもちょっと仲良くしていきましょうはい、メッセージいただいています。はい、久留米の直哉さんからいただきました。初メールです。高校3年生なんですが、本当に文章を書く力がないんです、はい、国語の授業で作文を書く時間があったんですが、先生に当てられてしまい、その下手くそな作文を読む羽目になったんです、うん、先生にはよく書けてる的なことを言っていただいたのですが、絶対に先生は本心ではそんなことを思っていないと思います。どうしたら自分の納得いく文章が書けると思いますか、というお悩みです。うん、うん、いいじゃないですか、先生がよく書けてるって言ってるしもう鵜呑みにしちゃうんだねでもさ、わかんないこの感じ、あ、もう絶対そう思ってないんだろうなみたいな思いますけど、うん、いいんです。この質問の文章さ、うん、上手だよね普通に。はい、全然大丈夫だと思う。全然大丈夫だから、多分作文もあなたが思っているより全然大丈夫ですよ。そうですよ、うん、私たちも書く機会多いじゃん。あ、あります。グズタスとかメールとか、うん、755とか、気をつけてることとかある？なんか読みやすいように。とりあえず空白を開けるあ、そういう感じねはい、なるほど私が今聞いてたのは、うん、なんていうの、鍵括弧をつけるとか、ちゃんとなんていうんだろうな、丸を多くつけないとか、なのでとかをあんまり多くしないとかそういうことだったんだけど、空白を開ける。開けすぎはダメです。面白すぎ。1個か2個開業はしない。そう、空白を開ける。あと本当面白いわ、漢字をちゃんと使う。あ、漢字使うんだ。漢字はちゃんと使わないと。私も漢字ちゃんと使ってる。できるだけ漢字で書くようにしてます。とか言いながら私いつもひらがなでみんなに返信とかしてる。あ、ちょっと言ってることとやってること違うちょっとダメですよ。難しいよね文章書くのって。字が綺麗だったらいいんじゃないですかね。まあそれはあるよね、作文だったら字が綺麗だったら。うんうん、あ、じゃあまあとりあえず字を丁寧に書いてみよう。頑張っていただきたいと思います、はい。F マド総集編、森安まどかと山下エミリーがお送りしています。さて水曜日はこちらのコーナー、渡辺さんからの挑戦。 F マドのリスナー渡辺さんからいただいたクイズや謎々をもとに、私たち HKT48 のメンバーがその謎を徹底的に究明していきます。見た目はアイドル、頭脳は大人、その名は名探偵まどか。あ、今日もいい感じです。はい、コナンスイッチ入ったんでちょっと今日も頑張っていきたいと思いますはい、渡辺さんネーム紫のカーネーションの人さんからいただきました。はい、僕も謎々を考えてみましたので挑戦してみてください。はい、問題、デレン。 HKT48 チーム K4 に関西出身の新しいマネージャーさんがつきました。はい、そのマネージャーさんは秘密にしていたのですが、実はカツラだったのですメンバーには隠していたつもりだったのですが、次の日に会ったメンバーは全員そのマネージャーさんがカツラであることを知っており、クスクスと笑っていました。怒ったマネージャーさんが言ったのは誰かと尋ねると、そこにいた全員が一人のメンバーを指差しました。さあそれは誰でしょう。
誰？わかんない、わかんない、わかんない。え？え、チーム K4 やろ？ K4 を K4 の中、 K4 限るんですかね？うん？ん？ K4 に、あ、多分そうじゃない？K4 に関西出身の新しい、か、関西やろ？関西なんなんやねんみたいな、なんでやねんみたいな。え、怒ったマネージャーさんが言ったのは誰かと尋ねると、どういうこと？言った、言った、言った、あ、言った、言ったか、言った、言う、ゆうたんさん。え、ああ。イエーイねえ、すごいすごいすごい。答えは関西弁で、言ったのは誰だは、ゆうたんは誰やですので、答えはゆうたんこと田中優香ちゃんでした。すごいね、これ考えたの、めっちゃ面白い。すごいすごい。家の近くにお店で謎々、うん、を解いたら、うん、ドリンクいっぱい無料ってあるんですよ。あ、そうなの？それを毎日解きながら帰ってきて、あ、鍛えられてたってことね。かもしれない。すごい。違いますか？めっちゃさ、もうなんかもう勝ってやったみたいな感じ。でも先足ヒントもらったのは森安さんでしたかね。いいですよ、そんな。言った言った言った。ゆうたんは誰や、ゆうたんやは誰やこれさ、本当にさ、思い浮かべたらさ、めっちゃ面白いよ、ね、面白いです。ゆうたんめっちゃめっちゃ言いそうだよね。ゆうたんやなんかあの人カツラだよとか言いそうだよね。言いそう。F 窓総集編。森安まどかと山下エミリーがお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから、あっという間にエンディングです。はい、はい、日数メッセージが届いていますので、はい、紹介していきたいと思います。渡辺さんネームフォールザトマトさんからいただきました。ほう。以前淵上舞さんが出演した回で、森安さんがコナンにもこういうアナグラム出るんですよと言った時に、僕はある回がふと頭をよぎりました。それは奇術愛好家殺人事件です。ほう。そこに出てくる登場人物がある有名な登場人物に変装していて、名前を入れ替えるとその登場人物の名前になるという回ですね。あの回は僕の中で意外性があった回でした。かっこ笑い。森安さんは意外性のあった回はありますか？よかったら教えてくださいということです。ほう。こうなんで、はい、F モード内でずっと推してる回があるんですけど、はい、結構最初の方なんですけど、ねはい、図書館殺人事件っていうがあるんですよ、はい、その回が本当に半分ホラーなんですよね、うん、津川館長っていう人が出てくるんですよ、はい、その人がもう信じられないほど怖くて本当にホラーなんで、はい、コナンにそういう意外性を求める人にはおすすめですねっていう話ですね。コナン見たことある？見たことありますよ。好き？好きですね。ハマりはしないですけど。え？なんか最初の方とか見てたりしたの？はい。最近だってさ、見なんてことやろ？だってやってるじゃないですか、土曜日の夜中に。そうだよ。アニメやってるんですけど、なんか見たことある回とかある？ジェットコースターの中で、うん、暗闇に入った瞬間に首が消えていて、うん、パッて出てきたら、うん、もう首がない状態です。それね、ちなみに言っていい？1話ですね。初回のやつですね。そうなんですよ。もう中心ぐらいかなと思ってました。全然第1話です。全然もう余裕で1話。てかいつになったらコナン君は大人になるんですか？コナン君、うん、大人になるっていうかね、もうなんかもうもどかしいよね。うん、早く大人になってほしい。いや、どう思う？だってさ、なんかさ、灰原とかあゆみちゃんとかとなんか若干ちょっといい感じになる時もあるの、はい、ちっちゃい子1年生のね、うん、なんかそれはそれでだって私も好きだからさ、灰原と灰原愛とコナンがちょっと一緒に話してるの大好きなの私。はぁ、大好きなんですよ。私はラン姉ちゃんとコナン君が話してる方が好きで、うん、ラン姉ちゃんと、はい、でもさ大きくなったら新一になるんだよ、また戻ったら。もう全然いいですよ。まあもちろんそれがもうもちろん理想系なんだけど、うん、そうちょっと捨てがたいよねみたいなとこあるよね。へえ。でも光彦と灰原の組み合わせも結構好きなんだよね。うーん、そうなんですよ。そう好きなんですよね。じゃあ続いてのメッセージいきましょうか。はい。だってまああまりにもエミリーが退屈そうなんで難しいですからね、このまま。はい、続いて渡辺さんネームカモティさんからいただきました。はい。
3ヶ月後我が子が生まれます。男の子です。お2人で名前を決めようとしていますが、考えた名前を妻のお母さんから反対されたので、はい、他の名前を考え中です。お二人は自分の名前がどんな由来で付けられたのか知っていますか、はい、また自分の子供にどんな名前を付けたいとかありますか、というメッセージです。名前の由来、私ありますよ。 お父さんが中山エミリさんが好きだから、うん、あ、そうなの。そうなんです。で、そうなんだ。そこに棒を足してカタカナにしたら、うん、まあ、ハーフっぽいしいいかなって感じでエミリーにしたらしいですよ。なるほどね。でも単純じゃないですか、好きな芸能人。いやでもね、うん、私まどかっていうのは漢字じゃないじゃないですか。ないですね。そう、ひらがななんですけど、丸くて穏やかな女の子になりますようにっていう由来、うん、へー、すごい、ちゃんと考えてる。そう、ちゃんと考えてる。でもね、なんかちっちゃい頃とかさ、ずっとなんか憧れてたんだよね、うん、カレンとか、あと学校のリナっていう名前の子がめっちゃ可愛くて、同じ学校のリナっていう名前になりたいと思ってた、ずっと切実に、うん、なんか憧れてた名前とかある？憧れてた名前ないですね。まあどっちかっていうと憧れられる方だよね、エミリーって。そうなんですけど、私自分的にはエミリーっていうのはあんま好きじゃないです。え、そうなの？あらららあらもうちょっとオシャンティーな。え、オシャンティーでしょ、十分。結構エミリーって言いますよ。なんかいいじゃないですか。本当にあった怖い話の中とかに、うん、たまにエミリーとか出てくるんですよ。あ、ね、わかる。私ね、なんかいじめっ子の漫画みたいなので、いじめる役。まどかですよね。そう、まどかっていつもいじめる役なんですよ。そういうのがあるんですよ。意地悪いんですよ。教科書にも、うん、英語の教科書絶対エミリー出てくるし。あ、出てくるね。でエミリーみたいな。私その時の反応が一番きつい。あー、なるほどね、はい、へえ、そっかそっか、はい。なんかさ、最近結構キラキラネームってあるじゃないですか。ありますね。うん、でも私そういうのが流行ってる中でも、なんとか子とかゆう子とか、子に子がつけた。そう、子ってよくないですか。子、私も子が良かったんですよ。子って可愛いよね。可愛い。なんか子って可愛いし、なんかちゃんと意味なんかあるらしいですよ。なんかいいですよね、あれ。一からなんか寮までみたいな。昔の人が子が多かったよね。ですよね。一から寮までなんか最後まで一生優しくいるようにみたいな。ゆう子だったら、そんな説明下手だけど、わ、うん、かりますよ。そういう感じ、はい、あるらしいですよ、ちゃんと。だからいいなと思ってます。そうか。でも男の子の名前って難しいね。うん。多分。つけたい。ぜひ頑張って考えてください。はい。はい。F マドではあなたからのメッセージや渡辺さんからの挑戦で解明するクイズやなぞなぞをお待ちしています。ぜひメッセージを送ってください。メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp、 hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしてます。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから、お相手はマリアスまどかと週替わりメンバーの山下エミリーでした。バイバーイ。バイバーイ。 F まど総集編プレイバック Thursday。 マリアスまどかです。山下エミリーです。あなたがお聞きの放送局は FM 福岡、そしてここからの時間は HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどかをお送りしていきます。ねえエミリー、これ最後だよ、はい、もう今日最後ね。悲しい。バイバイ。今までありがとう。よくないですか。始まったばっかり。そうですね。ここでメッセージを紹介していきたいと思います。渡辺さんネーム HK さんからいただきました。チーズ&まどか推しと書いてあります。ありがとうございます。アイドルに全く興味がなかった私が突然 HKT48 のファンになって半年が経ち、ついに劇場デビューすることができました。6月19日の最終ベルが鳴る公演と、はい、翌日20日のパジャマドライブ公演になんと2日連続で当選しました。客席とステージが近く、歌って踊るメンバーの表情までよく見えて感激しました。特に2公演とも推しメンのチーズの活躍を見ることができて本当に幸せでした。東京在住のためなかなか公演に行くのは難しいですが、次回はぜひまどかさんの出ている劇場公演にも行きたいです。そして博多駅マイングの岩崎本舗もしっかりとチェックしてきましたよ。 FM 福岡で聞きましたと店員さんに伝えたら、まどかさんのサイン入りの写真を撮らせてくれました。はい。ここまで HKT48 にハマったのも F まどのおかげです。これからも応援していきます、という嬉しいメッセージが届きましたよ、はい。
ありがとうございます。劇場デビュー記念日ですね。そうです ね。ぜひぜひまた劇場にも足を運んでください。東京だからやっぱり握手会とかの方がメインになっちゃうのかな。そうですね、うん、なんかさ私たちからも行きたいよね。久しぶりに市長公演、私やったことないからやってみたいんですよ。あ、そうなんだ。そう、私何回ぐらいかな、2、3回ぐらい、うん、AKB さんの劇場でやらせてもらったんですけど、やっぱりまた違った劇場の魅力があって、全然違う。やっぱりどんな感じでした。ちょっと AKB さんの劇場の方がライブハウスっぽいっていうか、天井も低いしアットホームな感じがあって、すごい近いよ。めっちゃセリが上がったり天井つくって聞いた。あ、結構すごいね。まああの感じもそうそういいんですよ、うん、もう一つメッセージが来ています。渡辺さんネームキャプテンさんからいただきました。 AKB 観光大使の中で松岡夏実ちゃんと坂口梨子ちゃんが出ていて、大食いキャラでハルッピメルちゃんとまどかちゃんの名前が上がっていました。かっこ笑い。ハルッピメルちゃんは有名ですが、まどかちゃんも大食いだったとは。まどかちゃんは本当に大食いなんですか。大食いです。そんな感じに見えないですもんね。何なんだろうね。でもハルピーとかメルほど大食いアピールはしてないですけど、確かに実はみんなと一緒に打ち上げとかご飯とか行ったりしたらちょっとびっくりされますね。へえ。でもね今ダイエット中なんだよね。ダイエットしてたらね、でもね胃がちっちゃくなった。ダイエットよくないですよ。よくないですか。よくないですよ。ダメ目線。よくないですか。よくないですよ。ダメです。え、したことある。してる。してないです。気にしてない。そうだよね。でも羨ましい。だってそれでも体型がちゃんとキープしてるじゃん。そのままなんですよ。すごい、すごいと思う本当に。グッチョ。本当ですか。もともとそんなに食べたりする方ではない。そうですね。でもすごい時は1日5食。え、それね結構世間的に言うと大食いの部類に入りますね。全然大食いです。たまにですけどね。差が激しいみたいな。激しいですね。そうなんだ。だってもう自由にね結構食べてるもんね、うん、いいですね。何が好きなんですか、食べ物。オムライス。オムライス。オムライス。もうこれオムライスはもうフラグ立ってったな。もうしょうがないよね。はい、はい、山下エミリーさん、まどちゃん特製のオムライス1個入ります。お願いします。美味しくなる呪文かけてあるか。かけてください。はい、じゃあ私が美味しくなる呪文を今からかけますので、エミリーちゃんもスタッフの皆さんも一緒に美味しくなれと私が言ったら、萌えキュンキュンと一緒にお願いします。はい、せーの、美味しくなれ、萌えキュンキュン。ありがとうございます。それで美味しくなりました。面白い。そう、そんな感じ。いいですね。もうさ、普段の声とのさ、ギャップがさ、すごいよね。自分でもどこで出してるのか分かんない。ね。すっごいしらけた目で見られて。お前が。それでは聞いてください。F 窓総集編。森安まどかと山下エミリーがお送りしています。さて木曜日のコーナーはこちら、 F 窓グルメ研究所。イエーイ。このコーナーは皆さんの日常の食卓にまつわる疑問やちょっとした工夫をはじめ、日本全国の食にまつわる風習などを HKT48 メンバーが聞いてへーというコーナーになっています。はい、今回はですね、過去に取り上げたネタをちょっとフォローしていきたいなと思っています。渡辺さんネームポッポッポマカポッポさんからいただきました。先日ケニアでのバーベキューの話を採用していただきましてありがとうございます。その時にシマウマやカバはどんな味がするんだろうということを言っていたので補足メールしました。私は実際には食べていませんが、店員さんが言うにはカバはかなり脂っこい、シマウマはやや硬く、うん、さっぱりとした味ということでした、うんうん、ちなみに私が食べたワニもさっぱりとしていて鶏肉に近いですが骨が多いので食べるときは要注意です。かっこ笑い。お店の名前はカーニバルです。食べ放題のお店で店員さんが串に刺さった肉を持って歩いているので、モリポとメルちゃんのお腹も十分満たしてくれますよというメッセージをいただきました。ありがとうございます。すごいね。名前からして確かに食べ物もカーニバルじゃない。カーニバルっぽい。っぽいですよね。でもさ、お店の名前聞いてもさ、自分で行けんやん。うん、ググって、ああ、カーニバルね、行こうみたいな。戸惑いが。ないからさ、ちょっと。ね。カバー、カバー？いつか行けたらいいですね。カバーってさ、すごいよね。脂っこいね。食べれるんですね、カバー。すごいよね。日本ではないよね、あんまり。
カバー、カバー、シマウマ、ワニ、すごいよ。こんばんワニじゃん、これこそ。こんばんワニじゃんね。そう、すごいよ、ワニか。そして渡辺さんネーム、名古屋のネイマールさんからいただきました。メンバーの皆さんは名古屋に来ると手羽先などを食べていると思うのですが、他にも名古屋にはちょっと変わったグルメがあるのでそれを紹介します。それはマウンテンという喫茶店に売っている甘口抹茶小倉パスタというものです。先日僕も行ってきたのですが、温かい抹茶のパスタに甘い生クリームと小倉あんが口の中で独特なハーモニーを作り出します。あまり美味しくないと有名なその味なのですが、ぜひまどかさんに食べてもらいたいものですというメッセージです。すごいねこれ。いやいやいや、ダメでしょ。おーおーんって感じ。抹茶のパスタなんかまずそう。すごい、もうストレートに言うから食べ物は美味しそうなのにここにたどり着いちゃうっていうのが不思議だよね。なんかさ、名古屋ってさ結構変わったの多いですよね。生クリームっていうのがちょっとねあれですね、ちょっと。え、でもパスタに合う、合うんですか。だってでもあまり美味しくないって有名って書いてるよ。確かに美味しくなさそうね。今度ちょっと名古屋で時間あった時はぜひね、食べに行きたいですね。じゃあ、ね、チャレンジっていう意味でぜひ今度行ってみたいと思います。はい、F 窓総集編、森安まどかと山下エミリーがお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから。あっという間にエンディングです。ですね、終わっちゃうね。寂しいですけど、ちょっともう一つメッセージを紹介したいと思います。はい、渡辺さんネーム、僕ヨッシーさんからいただきました。皆様はアイドルとして人前に出ることが多いかと思いますが、はい、劇場やコンサートでは体力が必要でスタミナのつく食べ物を食べることもあるかと思います。はい、スタミナ食材には匂いが強いものが多いと思いますが、そんな時どうされていますか。また握手会などファンの皆様と接近するときは匂いのある食べ物は控えたりしますか。何かグループの中や自分自身で決め事があれば教えてくださいという質問です。そうだな、カレーとかですかね、匂いが。うん、まあ匂いは強いよね。私ね、スタミナとかだったらね、レバニラ好きだよ。レバニラ、レバニラ、そう、レバーもさ、ニラもさ、もうスタミナもイエーイみたいな感じだよね。スタミナイエーイ、もうスタミナイエーイだよ。気にしたことはないな。あ、気にしない、そんなに。うん、さ、握手会とかのケータリングってさ、そういうの控えておいてくれてるからさ、はい、うん、ないですけど、うん、もし出ても、うん、多分気にしないで出ると思います。すごいね。そう、うん、と、なんだろうな、食べ物で取らなかったり、なんか飲み物とかでもあるじゃん、そういう、うん、栄養みたいな。私、栄養ドリンクとかって、うん、小さい頃に一回お腹壊して、それからもう飲めない。そう、トラウマだ。怖いんです。あらあらら、そんな強いの飲んじゃったの。うん、R1 とか。R1 って全然あれじゃないよ、栄養ドリンクじゃないよ。私あれ飲んでからすごいお腹壊して。それは多分栄養ドリンクでダメなんじゃなくて、その R1 がダメなんじゃないですか。めっちゃ面白い、ほんとどこまでも面白いよね。なんか栄養ドリンクっぽいやつ、そういうやつがちょっとちっちゃいドリンクみたいな。ちっちゃいドリンク、あとさ、なんかそういう元気がもうどうしても必要みたいな時はニンニク注射とかいいですよね。え、ニンニク注射。そう、ニンニク注射ってあるじゃん。え、ニンニク注射もか。え、筋肉注射とかじゃなくて。筋肉注射じゃなくて、あの筋肉注射は筋肉注射じゃん。ニンニク注射って何ですか。あ、え、どういう、うん、何、ニンニク注射。ニンニク注射、あのすごい元気が出る、めっちゃ。ニンニクが体の中に。ニンニクじゃないの、ニンニクの匂いがする、その栄養の成分が入ってる。うちからもニンニク、うわーみたいな感じあるから、もう全然すごいよ。しかもさ、大体そういうのってさ、具合悪い時とかにするじゃん。具合悪い時とか、そんな元気欲しい時にするからさ、もうなんかもうそんな、肉もってすごい感じになるけど、すごいその分元気出る。へえー、注射で元気。そう、注射で元気出るよ。注射で元気か。そう、まあまずはまずはお勉強ということですね。わかんない、ニンニク注射調べてみます。わかんなくて大丈夫です。ということでね、エミリー、今週も大暴走でしたけど、どうでした。すごい楽しかったね。ほんとね、もうめっちゃ面白かった。もう一回喋りたい。そうだね、またぜひぜひ来てください、本当に、はい、ね、次はさ、じゃあもうニンニク注射
調べてきてね。調べてから来ますね。そう、ニンニク塩しょう、わかんないって、わかんないでもね4日間通して何回言ったかっていう話ですよ。めっちゃ面白いねえ、もっとたくさん知らなきゃ。そうだよね、幸せ素肌、幸せ素肌、はい、上手。ということで F モードではあなたからのメッセージや皆さんの日常の食に関する疑問やちょっとした工夫、食の風習などのメッセージをお待ちしています。ぜひメッセージを送ってください。メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしてます。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかの窓から、大分守康まどかと週替わりメンバーの山下エミリでした。バイバーイ。幸せ素肌。